会場のこの部屋の途中入退室は自由ですが、他の参加者のご迷惑にならないようにご協力お願いいたします。それから動画の撮影と写真のフラッシュは、ご遠慮ください。それからスピーカーの方と、このプロジェクトにいるスタッフ以外の、人の顔を撮っている写真を SNS などにアップする際にはお菓子を入れていただくか、本人の、ご了承を得てから、投稿していただくようにお願いいたします。SNS、Twitter などのハッシュタグは、この部屋は前に書いてあるこの WCO2018-701 です。でこの、イベント連載が WCO 大阪2018ということなので、ぜひツイートの際にはご利用ください。それからパンフレットの中に QR コードがあります。こちらからアンケートに、ご協力いただけるなと思いますので、お時間あるときに、ぜひそちらのアンケートの方も、ご回答いただければと思います。では、この時間のセッションはコワーキングスペースのウェブサイトを有料テーマでリニューアルした理由と、改めて感じたワードプレスのごっつええところということで、岡田博成さんに、話をいただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、セッションを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。3時過ぎということでご飯も食べて、多分ちょうど空調がいい感じで多分眠くなると思うんですけど、はい、まあ、頑張って耐えてくださいというと、まあ、もちろん、どうしても眠かったらおとなしく寝てくれてもいいと思います。はい、まあ、基本僕はこんな感じの人間です。はい、空調寒いとか暑いとか結構場所によってストレスなので、もし何かあればスタッフさんに言っといてもらえればと思います。声聞こえますかね、大丈夫ですかね。はい、じゃあちょっと早速始めさせていただきたいと思います。コワーキングスペースのウェブサイト有料テーマで、リニューアルした理由と、改めて感じたワードプレスのごっつええところっていう感じで、まあ、毎回僕はすごく長いテーマで質問セッションするんですけど、はい、始めさせていただきたいと思います。スライド資料についてなんですけど、まあ、本日か明日ぐらいにはもう公開するので、スライドに書いてあることについては、まあ、メモとかしなくても大丈夫です。スライドに書いてないことでたまにちょっと僕が何か言ったりすることはちょっと、まあ、ちょっとスライドにないので、まあ、メモした方がいいかもしれないです。はい、あと一応、写真についてなんですけど、スライドとかも全然 OK ですし、一応、僕自身も大丈夫です。撮っていただいて大丈夫です。もうどんどん撮ってください。はい、はい、では、自己紹介させていただきます。名前が岡田博成と申します。はい、ちょっと変わった名前です。あと、一応肩書きがデザイニストとウェブデザイナーというふうに2つ名乗っております。ウェブデザイナーは分かると思うんですけど、デザイニストっていうのはいわゆるその、デザインをするっていう考え方自体を、例えば紙とかウェブだけじゃなく、例えば社会とか生活を、デザインするっていう、ありとあらゆることを、デザインする考えでちょっとやっていこうっていう、まあ、いわゆる日本語訳するとデザイン主義者っていうものになります。あとは、大阪府枚方市に住んでおります。はい、セッションタイトル関西弁なんですけど、出身は岐阜なんで、なんちゃって関西弁です。はい、あとウェブ制作歴は、6年ワードプレスはよく使っております。あと、全然関係ないんですけど、スプラトゥーンやってるので、一応最後の懇談会までいるので、スプラトゥーンやってる人はもう、特に喋りかけてください。まあ、今回ちょっと、ワードキャンプ大阪についてなんですけど、僕がこの世界に初めて入ったのがちょうど6年前で、その時がワードキャンプ大阪2012だったんですね。ワードキャンプ関西自体はよく、開催されていたんですが、まあ、大阪は今年で2回目だったと思います。でこの2012年が僕がまだこの業界に入りたてというか、もう入ってまだ食料訓練行ってたんですけど、食料訓練を通っている最中にこのワードキャンプ大阪があって、ちょっと初めてです。ちょっとなんかとりあえずワードプレスってなんだろうっていう感じで参加して、まあすごく勉強になった一日でした。でもすごくあの時の記憶がすごく鮮明に残っているので、まあ、今度は僕が登壇する側になったということで、ちょっと少しでも
役に立つ、お話をできればなと思います。そして今年のテーマなんですけど、フォーカスオンビジネスということで、ビジネスに、というビジネスとか、お金を持てようとか、ということがテーマになるんですけど、やっぱワードプレスって無料で使えることもあって、結構なんかちょっとなんか無料なんかちょっと、こういう話ってちょっとしにくいところとかがどうしてもあったりしたんですけど、やっぱそこをちょっと触れずに出た、今はちょっと、あのワードキャンプとかやっぱ開催されていた経緯があって、ちょっとむしろ この辺の話を知りたいのになと思ってたので、今年のテーマは僕はすごく素晴らしいなと思っています。具体的に僕のやっていることです。一応あのウェブデザイナーですので、ウェブサイトのデザインから、コーディング HTML と CSS の、マークアップもやっております。あとは、ワードプレスの、カスタマイズもやってますし、テーマの制作、あとはもう一応そのフリーランスでやってるので、フリーランスでやってるとなんか、あのホームページ、ウェブサイトを作る人ってもう何でも屋さんなんですね。で、気がついたらちょっといろんな、パソコン周りの設定とかそういうことをやる、ちょっと IT 活用アドバイスみたいな感じになってます。あとはちょっとリスティング広告とかの、ウェブマーケティングとかもの一応支援とかもやったりとか、あとはもう、僕自身がちょっと、こういうちょっと、コミュニティスクールっていうのをちょっと運営したりしています。はい、っていう感じで、結構いろいろやってるんですけど、一つちょっと活動の軸がありまして、いわゆる会社理念とかあると思うんですけど、僕の一つの理念です。自由な選択で世界を広げるっていう、軸に基づいていろんな活動をしております。はい、活動の軸が出てることですね。よいしょ。で、いよいよ本日のテーマに入るんですけど、ちょっと、その前にちょっと、皆さんのちょっと、どんなもんかというのをちょっと知りたいので、ちょっと質問させてください。そもそもなんですけど、ワードプレス使ってる人手を挙げてください。もう使ってる、使ったことがある。なるほどなるほど、ほぼほぼですけど、全員ではないって感じですね。はいはい、OK です。一応ワードプレスなんで、もちろん使ってる人が多いと思うんですけど、やっぱり、とりあえずワードプレスっていう単語だけ聞いたっていう人もいるって感じですね。 OK です。そして、セッションのテーマにも入ってるように、コワーキングスペースを、契約じゃなくてもいいです。今まで一度でも使ったことがあるっていう人を手を挙げてください。となると、なるほど、6割ぐらいっていう感じですね。で、次の質問なんですけど、会社以外のコミュニティに何か所属している人、有料でも無料でも全然大丈夫です。何かしらコミュニティ、これちょっと定義が難しいんですけど、何かの会とか何かを勉強する会に入っているっていう人手を挙げてください。となるとだんだん下がってくる、なるほど、3分の1いかないぐらいって感じですね。はい、わかりました、ありがとうございます。今日はちょっとこの辺の話をちょっと交えつつ、ちょっと僕の経験談を話させていただこうと思います。で、話す内容なんですけど、今回ちょっともう、テーマにある通り、有料テーマを使いました。そして、有料テーマと、GPL っていうライセンスがあるんですけど、その、GPL ライセンスとかの、ちょこっとライセンスの話をします。そして、今回の、コワーキングスペースのサイトの、リニューアルに使った際の、テーマプラグインの紹介をさせていただこうと思います。で、あとはその、そうですね、最近ちょっと実感しているワードプレスのすごくいいところっていうのを紹介します。で、内容自体は、すごく初心者さん向けです。すごい複雑な、ちょっとなんか PHP の話が出るとか、なんかデータベースの話が出るとか、ちょっとなんかカスタマイズの話が出るっていうことは方法ないので、はい、難しい話は出てこないのでご安心ください。そして本日お話しするコワーキングスペースについてなんですが、一応今回ちょっとスポンサーにもなっている、平場っていうところを契約して、契約者兼僕はちょっとそこのサイトの面倒を見ているっていうちょっと複雑な関係になっています。一応その、スポンサーにやってるんですけど、4階の一番奥にあまりそのでっかい幕をあまり出さずに、ちょっと文化財みたいな感じに出してて、めっちゃ目立ちにくいんで、終わったらぜひ皆さんちょっと行ってあげてください。多分スタッフ4人ぐらいいてめちゃくちゃ喜ぶと思います。はい、で、大阪市枚方市のコワーキングスペースです。で、特徴としてはすごく景色がいいです。すぐ近くに淀川っていうちょっとでかい川があるんですけど、そこを一望できるすごく景色のいいところです。で、コワーキングスペースだけではなく、シェアオフィス、いわゆる個室があります。で、僕は事務所みたいな、事務所兼ちょっと、僕が運営しているちょっと、スクールの部屋ということで、この
シェアオフィスを個室で借りております。で、雰囲気としてはすごく緩いです。はい。で、あとは枚方通信というローカルメディアがあって、そこが、運営元になっております。待てよ、あ、ここでちょっと聞きたいな。関西の人手を挙げてもらっていいですか。関西圏の人。なるほどなるほど、うんうん、じゃあない人もいるって感じですね。なるほど、 OK です。じゃあ関西じゃない人、多分枚方って言って多分分かんないと思うのでちょっと説明します。枚方っていうと、まあ、今が大阪市この辺です。この辺、下ら辺で、京都が右上、このちょうど中間ぐらいに、枚方市があって、ここに、平場があります。はい、ここです。なので、まあ、京都からも、大阪からもアクセスがしやすい場所です。で、コワーキングスペースの中といえば、まあ、ちょっとこんな感じの雰囲気ですね。はい、まあ、こんな感じの、結構広い感じです。はい。で、まあ、セミナーとか登壇イベントとか結構いろいろあります。で、ちょっと今とレイアウトは違うんですけど、まあ、こんな感じで皆さんと普段、お仕事とかコミュニケーションを取られています。で、これがまあシェアオフィスみたいな感じで、まあ、個室の、まあ、ちょっとまあ共用スペースですね。で、その後なんですけど、先ほどちょっとローカルメディアの枚方通信という言葉ができたと思うんですけど、枚方通信についてちょっと悩んでということがあると思うのでちょっと説明させていただきます。先ほどの、枚方市のローカル情報を発信している、ウェブサイト、ローカルメディアです。今最近ローカルメディアってすごく熱くて、全国各地でいろんなあの地域情報サイトが出てきてるんですけど、一番最初はここです。はい。で、月間 PV、サイトが見られている数なんですけど、1ヶ月で今だいたい300万ページビューあります。ユーザー数が1ヶ月だいたい約40万人っていう、まあ結構すごい数です。ちなみに、この枚方市の人口が約40万人ちょいなので、一応計算上は、枚方市民全員が見ているっていう計算には単純計算でなります。で、これは特に、ワードプレスで運営されているとかじゃなくて、ライブドアブログで運営されています。で、まあ、特徴として、まあ、結構真面目な記事もあるんですけど、シュールな面白い記事とかが結構あります。例えば、なんか皆さんの近所でなんかすごい急な坂ってありません？あそこを全力で走ってみるとかっていう、そういう企画とかがあったりします。はい。ということで、まあ、この辺でと、まあ、コワーキングスペースと枚方通信の紹介はこれぐらいにしておきます。まあ、そしてちょっといよいよ本題に入っていくんですけど、リニューアルの経緯についてなんですけど、もともとそのコワーキングスペースを作るときに僕はちょっと作ったんですけど、ちょっとあのその時まだこの業界に入って多分数年ぐらいの時でして、デザインもそんなにできないし、ちょっとコーディングも大してできなかったね。ちょっといろいろカオスだったんですね。独自テーマで作ったんですけど、なんかもうざっくりとした知識で作っちゃったんで、いろいろ不具合とかがあったりして、まあさすがにちょっとそろそろ変えないとやばいなっていうことにしました。まあそこでちょっとよくあることなんですけど、まあちなみにこれ全部ちゃんとこの辺喋っても大丈夫っていう了承をもらってます。とにかく予算がないんです。はい。コワーキングスペースって儲かってるところってないので、はい、ビジネスモデルとしてそこまで儲かりにくい仕組みなんで、まあ、とにかくそのサイトをガラッと変えるのにちょっと予算がありません。で、当然やっぱり、まあ、最近は、まあ、それなりに一応、まあ、ある程度は、まあ、自分の能力もついてきて、まあ、いろいろできるようになったんですけど、まあ、かといって、ボランティアをするつもりもないです。そして、予算がないでも自分の価値を下げて、ちょっと例えば値下げとか安売りっていうのもちょっとするともちょっと違うなというふうに思っていて、でもやっぱりその昔から、いろいろ関係のあるところなので、まあ、両方ちょっとしないといけないっていうのがなかなか辛いところだなというところですね。はい。このネタはちょっと分かる人には分かるネタです。はい。なかなか本気でやろうというする覚悟がいると思います。で、まあ、両方の要件を満たそうと思ったら、やっぱりその、何もない状態から、テーマを自分で作っていくっていうのはほぼほぼ不可能です。やっぱり工数とかがかかってしまうのでやっぱり無理です。なので、すでにあるテーマをカスタマイズするか、まあ、それを流用するという感じに今、自然となっていくわけなんですけど、まあ有料テーマと無料テーマ両方の面でもちろん考えました。で、まあ当然その、無料にで無料テーマであることに変わりはないんですけど、まあ
仮に有料でもですごくいいものがあればしっかりとしたお金を払って使おうと思っていました。一応補足で書いてあるんですけど、有料テーマがハイクオリティで無料テーマがクオリティ低いというわけではもちろんないです。はい、そこで、有料テーマを作るんや、使うということは、まあ、ちょっと検討していて、まあ、その中でいろいろ見てたんですけど、とにかく有料テーマっていうのは特に、まあ、海外のやつは分かんないんですけど、日本のものってあのスプリットライセンスっていうちょっと、まあ、そういうものがすごく多いんですね。っていうか多分ほとんどだと思います。スプリットライセンスっていうのは、まあ、いわゆるあの主にあの GPL ライセンスっていうのがあるんですけど、これはあの GPL ライセンスっていうのを初めて聞く人もいると思うんですけど、ちょっとこれについて詳しく説明するとものすごく長くなるので、ざっくり言うとすごく自由なライセンスっていうことになります。はい、まあ、その自由なライセンスっていうのが適用されるのが主に PHP なんですね。で、あとはテーマを構成している CSS とか JavaScript とか画像とかっていうのは、まあ、その GPL の一応対象外ではあるので、まあ、実質的にその PHP のみにライセンスを適用している、まあ、自由なライセンスを適用している。なので、まあ、そのテーマに入っている画像とか CSS とか JavaScript が使えなかったら実質も使えないんですね。はい、なので、まあ、一応その自由を制限しているという、まあ、ものになります。で、まあまあまあ、別にそういうのがあるのはいいと思うんですけど、例えばそのコワーキングスペースの、公式のサイトにそれがふさわしいのかといえばちょっとまあ疑問があります。特にコワーキングスペースっていうのはいろんな人が来ます。やっぱコワーキングスペースっていう性質上、やっぱりウェブ IT 組とか、クリエイティブ系の人、特にやっぱワードプレスに敏感な人が多いかなと思うので、まあ、そういう人も についても考慮しないといけないです。で、ちょっとまあちょっと嫌な言い方をすれば、不要な反感を買わない、そういう結構敏感な人たちにっていう言い方もできますし、まあいいふうに言えばちゃんとしたそういうちょっと、ライセンスをちゃんと遵守しているテーマを使うことで、健全なコミュニティに、人をちょっと巻き込むっていうそういう重くがあります。はい、でちょっと平場のウェブサイトの特徴なんですけど、まあ、どういう特徴があるかっていうと、運営元がローカルメディアです。あの本当にローカルメディアっていうだけだって、1日に記事がもう6記事とか7記事、8記事とかっていうふうにもう更新されます。なので、すごくガンガン更新します。で、主に、まあ、コワーキングスペースからのお知らせとか、あとそのコワーキングスペース内でそのいろんなイベントを本当にやってるので、毎日のようにそのイベントの、記事、まあ、どっちかというとイベントの記事の方が多いです。そしてやっぱその、ローカルメディアっていうだけであって、その、まあここにいるのは多分ウェブとか IT とかクリエイティブ系の人が多いと思うんですけど、まあ、そうじゃない、一般の方っていうのも割と比較的多いです。そしてなおかつなんですけど、クリエイティブとかウェブに詳しい人っていうのが実はその、スタッフにいません。はい、ここはやっぱりちょっと特徴かなと思います。はい、そしてまあ問題点です。まあ、とにかく、まあ、ちょっと先ほども言ったんですけど、予算がありません。そして、僕がもうちょっと能力がない状態で作っちゃったと、まあ、これは完全に僕が悪いんですけど、情報がごちゃごちゃでちょっとすごくカオスでした。はい、まあちょっと、今はちょっともう変わってるんですけど、ちょっと昔のサイトが見れるウェイバックマシンとかで見ればちょっと見えると思います。はい、あとはやっぱりその先ほども言ったように、GPL ライセンスっていうのはやっぱりもう絶対、遵守、しなければならないっていうふうに僕はちょっと、思ってました。あとはまあちょっと細かいところで言うと、ちょっとサーバーの引っ越しとか、SSL の対応とかっていうのもあります。で、ちょうどそしてもう 100% GPL のライセンスがないかなっていう時になんですけど、まあ、今回ちょっ と、スポンサーにもなってもらっている、スノーモンキーさんを発見しました。本当にあのこの時すごくめっちゃいいタイミングだったんですね。僕の知ってる限り、その 100% GPL で有料のテーマって多分 GPL、スノーモンキーさんともう一つの、やつぐらいしかなかったんですね。まさに本当にちょうどいいタイミングでした。で、この時なんですけど、まだ多分バージョン 1.0 行ってなかったはずです。はい、ちょっと見てもらいます。それではなんですけど、まあ実際そのスノーモンキーに最終的に決めたわけなんですが、まあそれを使った理由です。やはりもう先ほども言ったように、100% GPL のライセンスであること、
そして、まあ、この開発者の方なんですけど、まあ、そのいろんなテーマとかを作ってかけて、やっぱそのちゃんとした実績と貢献がありました。はい、といっても僕まだちょっと、まだちょっと直にちょっとまだお会いしてないんで、ちょっと後でお願いします。はい、多分やるかな。あ、いやだ。どうもありがとうございます。ちょっと、はい、本当にいろいろちょっとお話したいので、また後でいきます。で、まあ、これは特にそのスノーモンキーっていうに限定したわけじゃないんですけど、やっぱどんどん更新、投稿するメディアにすごく最適です。まあ、どことは言えないんですけど、その例えばそのメディア向けじゃない有料テーマとかもあるんですけど、やっぱスノーモンキーはすごくメディアに向いてると思いました。あとはその情報はその時はまだなかったんですけど、おそらくその人がバーって見るといろんな人が使うってことはもう分かっていたので、多分カスタマイズにも多分苦労しないかなっていうちょっと思惑もあったりとか、あとはもう調べたら多分情報が多分将来いっぱい出るんちゃうかっていうのもありました。で、実際購入前に試しても OK ということが書いてあったので、実際にちょっとダウンロードして試させていただきました。一応その、まあ、これちゃんと、ダウン一回試していいっていうふうに書いてあるんでいいと思うんですけど、GitHub で公開してくれてるので、実際にダウンロードしてちょっと自分の、ローカルで試してみて、で、あ、これは素晴らしいなと思って、正式に購入させていただいて、はい、使っております。で、まあ、具体的な、リニューアルのポイントなんですけど、まあ、ポイントというほどでもなく、その例えばここのデザインにこだわったとか、ここのカスタマイズを細かくしたっていう、その難しいことっていうのはほぼしてないんです。実質ほとんどノーカスタマイズです。ちょっと詳しい人っていうか、まあ、知ってる人は分かると思うんですけど、いわゆる固テーマっていうものもほぼ、使ってないです。全てワードプレスの管理画面の中でも、完結してます。ファンクションズ PHP っていうのもその、管理画面、一応そういうのを触る、触るプラグインがあるので、そういうコードスニッペとかっていうのを使ってますとか、ほとんどもう管理画面の中でやってます。CSS をちょっと触るときも固テーマ作らずにもう、管理画面の中で CSS 触ったりしてます。で、まあ、一番大事なのはどっちかというとその、今までそのがっつりワードプレスを使ったことがない、スタッフが多かったので、そこの習慣をちゃんとしっかりと教育したり、教育するということがすごく重要でした。で、実際にちょっと研修を行ったんですけど、まあ、ちょっと元々の、運営しているメディア、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、いわゆるその結構装飾がすごく多かったんですね。で、ライブドアブログってあれなんですよ、ワードプレスが当然にある見出しっていう概念がないんですよ。なので結構やっぱそういうちょっと見出しっていうものの概念を研修したりとか、あとはそういうちょっとなんかちょっと例えば蛍光色でガッガッガッってしたりする、そういうちょっとなんかそういうちょっとなんか装飾じゃなくて情報自体に価値があるっていうことの研修をしたりとか、あとはまあ、先ほど言ったちょっと見ると、ライブドアブログとの違いとか、あとはワードプレスの基本操作、そして Google アナリティクスの最低限の基本の研修などを行いました。で、これ実際のこれ広告画面の中にもあるんですけど、結構そのたまにあるんですね、運営元の、ひらかた通信の記事をまんまコピーっていう時があるんですけど、その時そのライブドアブログのソースコードをそのまま、コピーするっていうことが何回かあったんで、それやるとちょっとダメなんですね。いわゆるライブドアブログにある画像をそのまま、全体パスで画像をちょっと引っ張ってきて、であそこって、いわゆる HTTPS じゃないので、いわゆるそのその画像とか、画像をコピー&ペーストした時点で、仮マークが、外れちゃうんですね。とか、あとはその、ね、今日みたいなワードプレスのイベントではすごく厳しく言われてるんですけど、ワードプレスの表記、P は絶対大文字ですよっていうこととかが常に管理画面に出るようにしています。で、まあ、特にテクニック的に難しいことはしないんですけど、やっぱり日々運用していくっていう方がもう本質です。なので、まあ、そういうことの、習慣をちゃんとした正しい習慣を身につけてもらうというそこがすごく大変でした。そしてなんですけど、スノーモンキーは本当に素晴らしいテーマでした。なので、ほとんどそんなに手を加えてないです。先ほども言ったようにもう管理画面の、中でしかカスタマイズしてないので、そういうちょっと日々の運用の研修とかレクチャーとかに、注力することができました。
まあ、ここから実際にちょっとプラグインなんですけど、結構定番のプラグインばっかりです。なので知ってる人にとっては、あ、知ってるよっていう感じになると思うんですけど、ご了承ください。まあ、第1年とカスタムポスト UI っていうのがあって、カスタム投稿っていうのがあるんですね。はい、そういうのをちょっと追加できたりするプラグインです。で、これ何で読むか分かんないんですけど、投稿とか、固定ページを、いわゆる標準では、コピーができないので、まあ、丸本の記事を、複製するというプラグインです。あとは、サイドガード WP プラグインという感じで、いわゆるその結構やっぱワードプレスで狙われるので、セキュリティ対策のプラグインと、あとは、HTML タグなどを登録して、まあ、ボタンパスで挿入できるのプラグインで、まあ、公開する前にこれでいいですかっていうのをちょっと限定 URL で公開前に、外部の人に見せることができる、まあ、こういうプラグインとか、あとなんですけど、特徴としてはこの、ページビルダーバイサイトをオリジンですかねっていう、最近話題のページビルダーを使っています。いろいろあるんですけど、多分東京ではそのこっちですね、多分エレメンターっていうやつがあるんですけど、まあ、こっち と、ビーバービルダーだったかなっていう、その2つが人気なんですけど、僕個人としてはこっちの方がなんか好きなんですね。ちょっとこれの説明なんですけど、例えばこれと固定ページです。ちょっと、見にくいかもしれないですけど、ワードプレスっていわゆるそのブログバーって書いてる記事なんで、例えば、3カラムとか2カラムとかっていうのは標準では難しいんですけど、まあ、このプラグインを使うことによって、ちょっとこういうちょっと簡単な、カラム割りを実現しています。で、管理画面の中ではどういうかというと、まあ、こういうちょっとなんか、ブロックがあって、それぞれのブロックをクリックすると、まあ、画像を入れたりとか文章を編集できるという感じです。で、当然いろいろ、幅を小さくするとか3カラム4カラムするとかっていうのも結構自由自在にできます。で、さっきのちょっとブロック上の画面だったんですけど、まあ、こうやってその実際の画面を見ながら編集もできます。例えばこのマウス持っていて、この文章にマウスを持っていたら、この文章はここを編集して、編集してくださいねっていうふうに、自動的にハイライトが出たりしてます。なんで、他の有名なやつもあるんですけど、そっちは結構自由度がすごく高すぎて、ちょっと僕にはちょっと合わなかったんですね。なんてかというと、ちょっとランニングページとかこのサクッと作る分じゃいいと思うんですけど、なんかちゃんとしたちょっとルール付けみたいなのを、して、まあまあ、ページを作るっていうのは僕はこっちが好きです。まあ、もちろんこれは、皆さんの、個人の好みなんで好きなようにしてくれたらいいと思います。はい、いよいよ話も終わりに入っていくんですけど、ワードプレスのごつええところっていうのがあります。はい、ごつええところなんですけど、まあ、よくよくこれは言われてるところなんですけど、やっぱワードプレスってこのように勉強会とかいろんなイベントとか、あとはワードベンチっていうコミュニティがあったりして、すごく、勉強の交流が盛んです。そして、困ってもやっぱり人に聞いたりとかググったら大体情報が出てきます。で、あとは、過去の偉人たちの資産を使えるとか、まあ、ちょっとかぶるんですけど勉強会が多いで、コミュニティは何かっていうと、まあ、ご存知の、ワードベンチですね。各地域にあります。日本全国にあるわけではないんですけど、ほぼほぼ確かさっき、違うセッションで見たのが、3都道府県以外はもうほぼほぼ各地にあります。そしてなんですけど、ちょっと先ほども言ったんですけど、ちょっと情報をググったら出てくるっていうのはすごくこれありがたくて、まあ、僕が、フリーランスで見てるお客さんなんですけど、ワードプレスっていう単語は知ってるので、ワードプレスでこういうことしたいってなったら、僕が見て、僕が調べなくても向こうが勝手に調べて、こういうことしたいんですけど、こういうプラグインでなんかこれができるらしいんですけど、岡田さんこれでちょっと実装してくれませんかっていうことをちょっと言ってくれたりするので、はい、すごく助かってます。はい、これが全然知られてないCMS とかだったらちょっと話が変わってくるので、ただまあググれば出てくるっていうのは、言い悪いっていうのは別です。古い情報が出てきたりとか違ってる情報が出てくるっていうこともあります。そして、僕が一番いいなって思うところなんですけど、これちょっと、いわゆるその投資とかの用語なんですけど、巨人の肩に乗れるっていう言葉があります。はい、巨人の肩に乗る、はい、でっかい人の肩に乗るっていうイメージです。そうです、乗れます、こんなイメージです、乗れます。はい、乗れるんです。はい、まあ、具体的に説明すると、巨人の肩に立つとは、先人の医療に、基づいて仕事をすること、
またそうすることにより先人よりも能力が、特にそんな生徒優れてない人でも立派な業績を上げることができますっていうことですね。はい、正直僕があのテーマは作れるんですけどプラグインなんて全然作れないので、でも、これまで過去に一生懸命いろんな結構すごい人たちが作ってくれたプラグインとかを使うことによってその上に僕は立ってるって感じです。まさに素晴らしいプラグイン、素晴らしいテーマのおかげです。はい、もうイメージ的には本当にもうすごく日々感謝していて、これで実際僕はフリーランスで仕事をしているので、まさにもう本当にいろんなワードプレスたちの偉人たちの人の上に立っているわけです。はい、もしかしたらこの中にちょっと参加したワードベンとか、ワードキャンプのワプーがいるかもしれないです。はい、はい、これ一生懸命ちょっとコピーアンドペーストめっちゃしました。はい、まあいろいろあるんですけど、やっぱその、この、先人たちの、いろんな知恵を使うことができるというのが一番いいかなというふうに思ってます。そして今回ちょっとすごく難解だったリニューアルも先人の、巨人たちのおかげで達成できました。あとは日々の改善と運用ですね。そして、もう一度言うんですけど、スノボの木は買ってよかったです。はい、そして今回のテーマが、ビジネスということで、やはりそのちゃんとした本当に、それ相応の価値のあるものにはしっかりお金を払おうと思いました。はい、っていうかほんまにこれ良かったので、多分後でお話すると思うんですけど、多分ほんまにその、価格普通に多分 2倍とか3倍あってもいいぐらいの価値でした。はい、マジで。ということで、はい、もしかしたら気づいている人は気づいているかもしれないですけど、この、すごく僕が感心している、巨人に、あなたも巨人の一部になります。はい、もう一回戻ります。あなたも巨人の一部になります。はい、はい、では、巨人の一部になる方法なんですけど、まあよくよく言われてるんですけど、例えば、明日のコントリビューターデーに参加するとか、まあ勉強会に参加してみるとか、まあブログを書いてみるともいいですし、あとはそのワードプレス全然触ったことがないという人であったら、とりあえず触ってみるというのも、立派なその貢献とかの第一歩だと思います。人に紹介するというのもいいと思います。で、勉強してきて能力がついてきたらテーマを開発したりプラグインを開発するというのもいいと思います。はい、なんですけど、まあもちろん それはもう人によって自由です。はい、強制されることではありません。はい、そして、自由であることはすごく素晴らしいなというふうに思ってます。僕の、まあ一応活動の軸が自由な選択で世界を広げるというので、まあ、それともかぶっております。はい、で、まあ、いよいよ終わりに入るんですけど、今日のまとめです。まあ、いわゆるそのコミュニティのあるワーキングスペースなので、とにかくライセンスに配慮しました。そして、まあ研修などを行って、まあ、日々の運用とか習慣とか文化を、いわゆるちょっと研修を行ってデザインすることにちょっと、力を入れました。そして便利なプラグインがいっぱいあります。そして、これが一番痛い巨人の方に乗ろう。そしてできればあなたも巨人の一部になろうというところです。はい、ちょうど時間ですね。はい、10分前ということで、本日はいろいろ、お話しできればなと思います。じゃあこれで僕のセッションを終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは今のセッションを聞いて、質問のある方いらっしゃいますでしょうか。懇親会とかにも、あ、はい、います。その場とかでも。ありがとうございました。内容と別になっちゃうんですけど、はい、プレゼン中にマウスで光がつく。あれですね。これ気になるでしょ、これ。はい、それが一番気になる。これですね、ロジプールだったかなで出している、スポットライトっていうやつで、スポットライトっていうやつで、これなんか違う商品の宣伝になってない大丈夫かな。はい、1万ぐらいで買えるやつで、はい、すごい便利です。こうやって、こっちか、こんな風にもできますし、こうやってズームも一応できるという。ズーム機能そんなに使わないですけどね。っていうやつです。はい。これは機械とアプリがあります。アプリですね。はい。Bluetooth で Mac と繋いでます。Windows もいけるはずなんです。はい。ですけど大丈夫かな。はい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 。これがネットやったら僕のなんかリンクちょっと。あ、これ買ってくれると思います。はい。頑張って。はい。悲願じゃないですけどね。はい。まさにこれがもうビジネスですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、他
他の質問ある方はでしょうか。サイトをリニューアルされたときに、はい、教育デザインさんとおっしゃってたんですけど、期間どれぐらいされましたか。うん、研修自体は2、3回ぐらいなんですけど、あとはもう日々のチクチクって感じです。はい、管理画面には出てますしね。出てますし、はい、たまに見て、ワードプレスの表記が違ってたら全部その検索して記事をでプラグインでこれ一括置換して時間差出て2、3回なので、でも、はい、そうです。もうあとはもう日々ちょっとやってもらわないと分からない。ありがとうございます。中々言う。他は大丈夫でしょうか。質問ある方は。またあの懇親会にも来られるということなので、もし気になることがあったらあのその場で、ね、ぜひ来て、るチャンスなので、それでは岡田さんありがとうございました。皆さんあのもう一度盛大な拍手をお願いします。はい、じゃあ、これでまた休憩に入ります。